1997年9月につんくさんがプロデュースした平成の世をアイドル化したグループモーニング娘。グループは今も活動を続けており、2014年以降はその年ごとに当該年の西暦の下2桁を布記しています。その中でも1期生から4期生は黄金時代と言っても過言ではないでしょう。生み出されていくヒットソング、メンバーそれぞれの個性も相まって大人気アイドルグループとなりました。その中でも最年少として注目されたのが辻のぞみさんと加護愛さんでした。今回はこの2人について紹介したいと思います。派生ユニット、1998年に石黒彩さん、飯田香織さん、矢口真理さんの3人で結成したタンポポを皮切りに、次々とモーニング娘。内に新たなユニットが誕生していきます。さらにはオーディション優勝者の平家道代さんとの合同ファンクラブハローからなるハロプロを通していくつものアイドルユニットが誕生していきます。そんな中2001年に誕生するのがミニモニです。辻のぞみさん、加護愛さん、矢口真理さん、味方レッサトットさんの4人で組まれたユニットでした。後に加護さんが一番慕っていると語った矢口さんとはここで初めてユニットを組むことになります。矢口さんも辻さんと加護さんの加入をモンスター級の人間じゃない子たちが入ってきたと言ったほどでした。この派生ユニットに関しては増えすぎたモーニング娘。では表現できない音楽性を広げるためでもありました。そんな中2004年に WU が誕生します。同年5月に恋のバカンスでデビュー、その後も数々のヒット曲を生み出していきます。順調に見えた2人でしたが、2006年に加護さんの謹慎処分に伴い活動が休止されます。翌年には加護さんが事務所との契約も解除されてしまいます。この時の喫煙騒動が今も名をついて回っていると加護さんを悩ますことになります。デビューが同じ4期生ということもあり、2人は大きな注目を浴びることになりました。当初は仲が良く一緒にいることが多かったそうです。そしてデビューから1年が過ぎた頃に5期生が入ってきました。まだ幼い2人にとってはこの環境の変化が後に事件を起こすきっかけとなるのです。事件と復活、加護さんは一言で言えばかまってちゃんな性格でした。加護さんは辻さんに依存していた一面があったのでしょう。一方で辻さんは新メンバーとも仲良くなっていました。加護さんと絡みはするものの前ほど親密というわけではなかったようです。そんな時、寂しさから加護さんが辻さんに嫌味を言うようになったのです。そして事件は起きました。ある歌番組の収録前の楽屋にて辻さんが泣き出すハプニングが起きました。原因は加護さんが、辻は仕事がなくて暇でいいよね、だから太るんだよ、というような発言をしたからだとのこと。加護さんにしてみれば辻さんの気を引きたくて冗談を言ったつもりだったのでしょう。しかし辻さんは本気でショックを受けてしまい、絶好だと言ってしまったそうです。後藤真希さんや吉澤ひとみさんがなんとか仲直りさせようといろいろ気を使ったそうです。ですが加護さんの方も頑なになってしまい、事態は悪化するばかりでした。よくある小中学生の喧嘩程度に思えるかもしれませんが、この一件が後に共演 NG へとつながっていくきっかけにもなります。2019年3月30日千葉の幕張メッセで開催されたハロプロで WU の2人が再び同じステージに立ちました。オープニングでロボキスを熱唱した2人はお決まりの挨拶を披露、会場からは割れんばかりの大歓声が響きます。この日の共演は単に伝説的ユニットの復活劇というだけではありませんでした。加護さんが2007年に事務所を解雇されてから辻さんにとっては辛い時間を過ごしたことになります。約12年の間に2人には大きな溝ができていたと言っても過言ではない状況でした。電撃和解にファンも大喜びだったでしょう。この日2人は5曲を披露しました。クライマックスで感極まった加護さんは途中から歌うことができなくなってしまうほど号泣、その隣で加護さんを支える辻さんも感極まり涙ぐむのでした。再び共演 NG へ、自分たちは35歳、40歳がタイムリミットだからその前に何かしたいとコメントしながらも、それが叶わないことを明かしている加護愛さん。辻ちゃんとのコラボはまだですかと永遠に言われ続けますね、と言われると、そうだと思います、でも
その度に答えを出せないのがもどかしい。と返し、微妙な心中を告白しました。加護さん自身は、共演 NG の理由が所属事務所を二度解雇になったことなのではないかと考えています。2006年には、都内のレストランで喫煙していたことを写真付きで報道され、未成年者喫煙禁止法で処分となりました。そして、2007年に20歳の誕生日を迎えるため、謹慎から復活されると言われていたところ、再度喫煙していたことが発覚。2回目ということを重く受け止める。とのことで所属事務所を解雇となり、芸能活動を停止することになりました。後日このことについて、テレビにて、吸ったの、とあっけらかんと認めています。バージニアの1ミリだから、と繰り返す様子に、そういう問題じゃない、と周囲から突っ込まれ、笑いを誘いました。解雇されてから芸能活動を再開するまでに、リストカットによる自殺未遂をしたことも告白しています。一方の辻のぞみさんは、卒業後も所属事務所が同じだったため、加護さんとの共演は事務所絡みで厳しいのではと見られました。そして2019年にも理由は明かされていないものの、加護さんが所属事務所との契約を解除したことで、さらに共演が難しくなった可能性が高いです。ですが、辻さんが加護さんについて語ったことは少なく、さらには辻さんが加護さんを利用しているだけという説も浮上しています。辻さんは人付き合いが悪く、加護さんを自身の誕生日に呼ぶことはあっても、誕生日に訪問することはないようです。そのため、加護ちゃんは利用されているだけ。あまり深い付き合いにしたくないのでは。と言われることもあります。辻さんの付き合い方はある意味大人で、共演 NG であることからも、このままつかず離れずの距離感を続けていくのではと考えられています。2022年3月10日に放送された、迷えるトンボちゃんという番組では、加護さんに対してメンバーとの関係性に関する質問が寄せられていました。辻ちゃんとは今も仲がいい？という質問に対して、昔からお互い興味がない。とはっきり回答しています。そこにかぶせて深掘りしていくと、真逆の性格で家も知らない。辻ちゃんはいいママ、加護ちゃんは悪いママと比較される。とも打ち明けていました。しかし、友達でもなく家族でもなく、辻ちゃんは完全な戦友。と語るシーンも、このことから加護さんは辻さんに対して、近づきたいけど過去のこともあり、近づきにくいと感じているのかもしれません。一度は電撃的に再共演したものの、その後の本格的な二人での活動にはつながりませんでした。一方で、加護さんの発言にもある戦友という言葉、これは芸能界という特殊な環境の中で共に助け合って生き残っていけたからこそ出る言葉ではないでしょうか。加護さんが語るタイムリミットまであと5年、2人が再び共演を果たす日が来るのか注目されますね。